現地8月17日、ロサンゼルスドジャースの大谷翔平が敵地でのセントルイスカーディナルス戦に、1番指名打者で先発出場。2点ビハインドの5回に4試合ぶりとなる38号ソロホームランを放った。動画、ボールは瞬く間に消えてしまった。米リポーターも脱帽した大谷翔平の38号ソロ HR。大谷は5回表の第3打席、西走者なしでカウント1対1からナックルカーブにやや泳がされながらバットで拾うと、打球速度 111.9 マイル、約 180.0 キロの低い弾道で右翼スタンドに運んだ。カーディナルス戦での本塁打は、メジャー通算209本目で初めて。さらに、日本人で30球団制覇は初の快挙だ。しかも、ブッシュスタジアムでのホームランも初で、これで28球場目となった。大谷の一発に現地記者も興奮を隠せない。米ニュースサイト、KSDK ニュースのスポーツレポーターを務めるコリー・ミラー氏は、今まさに、翔平大谷がボールをスタンドにはふったところを見てしまった。あのボールは瞬く間に消えてしまった、と脱帽するばかり。米カリフォルニア州の日刊誌、オレンジカウンティレジスタ、のドジャース版記者であるビル・プランケット氏は、今月は不振だが、翔平大谷はまだホームランを打っている。今月6本目、今シーズン38本目の一発は 111.9 マイルを記録して、バットを離した、と技ありアーチに喝采を送った。13日のミルウォーキー・ブリュワーズ戦で37号を放った後は、この試合前まで17打数1安打、1四球と精彩を欠いていた大谷。この一発で復調のきっかけとなったか。